動画のご視聴ありがとうございます。姫崎みむです。エジコイ続きからやっていきましょう。ということで、前回ね、予想外すぎる展開になってしまったんですが、あ、そうだ。前回予想外にもゲームオーバーにたどり着いてしまって、最初からになっちゃったので、そこまで、昨日今日と進めたんですが、今日進めた分もあるから、ハート5個じゃなくて3つになっちゃったな。うん。じゃあ今日はちょっと短くなるかもしれないけど、とりあえずやっていきましょう。はい。メジェドにね、殺されないように今回は頑張ろうと思います。明日はとうとう林間だね、ミーム。そうだね。うん、楽しみだな。ミームは何が楽しみなの？あ、これ前読んだところでね、そう、お魚が食べたいと、めちゃくちゃ猫だよねっていう話をして、ここだ。ここでオシリス先輩を慕う理由を聞いたら殺されてしまったので、しかも殺され方エグかったよね、多分。なんか心臓を取り出したとかなんとか、そんな感じじゃなかった？じゃあ林間学校について聞いとく？はい。全学年共通の行事なんだし、メジロ君も行くよね。メジロ君は明日の林間学校に行くんだよね。はい。オシリス様が行かれるところならば僕はついていくだけです。メジェド家どうなってんだろうな。家系がもうオシリス先輩の家系ともうなんか繋がってるっていうかさ、従える家系なのかな。それでも独断で慕ってるだけなのかな。またオシリス先輩。メジェド君は本当にオシリス先輩が大好きなんだね。大好きなんて安っぽい表現のつもりはありませんが、敬愛するに値する人だと思っています。本当に素晴らしい人です。まあそう思うのはすごくいいことだと思うんだけど、ちょっと行き過ぎてないかな。そもそも殺人はあかんぞ。うん、オシリス先輩本当に素敵な人だよね。部活でも植物にとっても優しくて、それに詳しいものね。この間も虫刺されに効く葉っぱもらっちゃった。いいね、そういうの教えてくれる。なんかこういう知識ある人周りにいるのありがたいよね。オシリス様は素晴らしいお方です。メジロ君本当に先輩が大好きなんだね。だって私が先輩のお話するとすごく嬉しそう？そうかな？先輩のお話聞いたら殺されたけど前回。嬉しそうかな？僕、感情が読み取りにくいってよく言われる。否定はできないかも。でもわかるよ。嬉しいってこと。オシリス先輩のことを喋ってるメジェド君、空気がすごくふわふわしてたら瞬時に殺すっていう選択肢。ダメだ。前回の終わりが衝撃すぎて、ちょっとそっちが抜けないから、どれだけ主人公がこう言おうが、違うミームがチチャを入れてしまう。ごめんな、ミーム、もう一人の僕。この場合、もう一人の私か。もう一人の僕は元ネタがあるので、知ってる人だけ分かればいいや。空気がすごくふわふわ、あったかくなるんだもん。あなたは？ん？ん？そう。うん、そう。ここは乗っかってこう。乗っかってった方が殺されねえわ、多分。そう、わかる人なんだ。わかる人だから仲良くしようぜ。ミーム先輩は、わかる人なんだね。うん？何が？乗っかってけ、乗っかってけ、ミーム。うん、なんでもないです。林間学校、先輩と会えるのを楽しみにしています。うん、メジロ君が楽しめるようなグループ活動にしようね。はい、楽しみにしています。ふわりと目元を細めてメジロ君が笑った。あ、じゃあこの目はやっぱあれなんだね、ちゃんと目なんだ。最初のあの白い布っていうのはミームがそう思っただけで、実際これ体の一部ってことなのかな。それか目だけ出てんのか、まあどっちかは分かんないな。オシリス先輩の前ではよく表情を変える彼だけど、私の前ではなかなかそれを見せてはくれない。そんな彼が私の前で笑ってくれたのがとても嬉しかった。あとね、私のお友達にテトちゃんっていう子がいるんだけど、その子がお魚取るんだってすごく張り切ってるんだよ。メジロ君はお魚好き？いえ、魚の小骨を取るのが苦手なんです。うまく箸が使えなくて。それ手どっから出すの？布の下から出したらでも体見えちゃうよね。じゃあ布突っ切ってなんか穴でも開いてんのかな、手の位置に。え、そうなんだ。メジロ君は手先が器用なイメージがあったよ。イメージがあったよ。なんていうかこう、割と何でもそつなくこなすというか。そうでもないです。手を使って何かを作ったり扱ったりするのは昔から苦手で、小学生の頃は図工とかの成績も良くはなかったです。そうなんだ。なんかメジド君の弱点を知っちゃって得した気分。得ですか？こいつ弱点あってもな、不意打ちで殺してくるっていう難点がでかすぎる。弱点を上回る難点を持ってるからちょっと危ないね。うん、メジロ君はオシリス先輩にはすごく、懐いてるって言っていいのかな。そうだね。仲良しでしょ？同じ園芸部の仲間だし。私もオシリス先輩みたいにメジロ君と仲良くなりたいなって。だからその第一歩を踏み出せたかななんて思うのですが。
先輩は物好きですね。そうかな。僕に興味を持つ人がいるとは思っていませんでした。メジェド、ツイッター行ってみ。めっちゃおめえ人気だぞ。なんか一時期すげえツイッターで見た気がするんだよね。エジプト神とかエジプト神は知らない人でもメジェドは知ってると思う。え、そんなことないよ。クラスだとメジェドくん結構有名だし、たまに聞かれるよ。あの体育祭で空飛んでた後輩は誰なんだとか、レギュレーション違反じゃねえ。よかった、常識ある人いる。思うよね。それ思って正解だよね。違反だよな、あんな。あれなんで誰も止めなかったんだろうな。そう言うとメジェド君はキョドリと目を輝かせ瞬かせた。僕に興味を持つ人いるんだ。いっぱいいるぞ。そんなに不思議そうに言うほどかな。メジェド君目立つし当然だと思うよ。まあ目立つわな、この見た目だと。そうですか。不安そうにするメジェド君にコクリとうなずく。どことなくふわふわと嬉しそうな空気を出すメジェド君と別れてグッと拳を握る。初めてメジェド君とここまで話が続いた。これは快挙だよミーム。確かな手応えをつかんだ私は意気揚々と帰宅するのであった。いや、ごめんミーム。もう一人のミームはね、極力、あれだ、メジェドとあまり関わらない方向で行く予定だから、ごめんな。快挙ぶった切るわ。あと、前回から変わらずアヌビス先輩ルートを攻略しようと思ってるので、まあ、アヌビス B 機で行きます。山だー。うるせえ。ホルス。ん?ちょっと待ってね。はい、ただいま、すいません、インターホン鳴ったので出てきました。続けていきましょう。うるせえっていう言葉もそうだけど、おじいちゃんおばあちゃんとも一方的にちょっと距離感を感じちゃってるっていうか、距離感開けちゃってるあたり、一番ホルスが思春期の男子って感じだね。うるせえ。うるせえとは何?ね、バステトちゃん。うるせえものにうるせえと言って何が悪いメス。おい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 、ホルス、除外。まあ、元からアヌビス先輩ルートで行こうと思ってたから、そもそも除外されてたけども。メス猫はその首噛みちぎるわよ。鳥類、鳥類、鳥類ってか鳥類かな。お互いもやっぱ人とは認識してないんだね。やっぱ人じゃないんだこれ、鳥と猫なんだ。まあ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 、二人とも落ち着いて。森の中に響き渡るテトちゃんとホルスの怒号。今日は林間学校のため校長先生の私有地である山へ学校全体で合宿に来ている。でかいな学校。学校ってか校長先生がすげえ金持ちなんだな。私のグループにはアヌビス先輩にオシリス先輩、メジド君、ホルスにテトちゃんがいる。林間学校のグループは学年縦割りで作られていて、各学年3人ずつ合計で9人のグループで3日間過ごすことになるのだが、全体の人数の関係で私のグループは私たちの他に1年生と3年生を1人ずつ含めた8人で構成されている。なるほど。気心の知れた人たちとグループになれたのはとても嬉しい。うん、気心の知れた人たちしかいないからすごい作為を感じるよ。人見知りというか話を自分から転がすというのが苦手なので、知り合いがいてくれるだけでだいぶ気が楽だ。そうだね、知り合いがいるかいないかで。真面目感がすごいね。ジャージの上上着入れるんだ、ズボンに。お前たち少しは落ち着いたらどうだ。ふむ、はしゃぐ気持ちもわかるがね、もう少し落ち着いた方がいいのは私も同意だ。アヌビス先輩とオシリス先輩が2人をいざさめようやく牽制が収まる。ホルスとテトちゃんはなぜか出会った時からこんな感じだ。お互いメス猫鳥頭と罵り合うことが多いけど、未だに理由はよくわからない。じゃあなんだかんだお互いのこと気になってんのかな。ここは山の中は常に油断大敵。突然誰かに騙されて獅子をバラバラにされ川に捨てられるかもしれないのだしね。それね、オシリス先輩の一番近くにいる人が一番危険なんだよね。うん、メジド君って言うんですけど、メジド君って言うんですけど、その人が一番それやりそうだね。獅子をバラバラにしてきそうだね。もう先輩は急にそんな怖いこと言わないでください。テトちゃん、ホルス、もう次のプログラムが始まるから喧嘩はそこまでだよ。ああ、だから紐特注で作ってもらったのそれ。先輩、次のプログラムってピラミッド登りでしたっけ。ピラミッドこんなとこにあんの。うん、そうだよ。登頂したらそこで先生にスタンプを押してもらって帰ってくるんだったかな。ちなみに実際のピラミッドに登ることは禁止されているので気をつけてね。うん、行かないから大丈夫。なかなかピラミッド、てかエジプトに行く機会ないよね。本当に行こうと思わないと。ああ、それで合っている。お前たちはもう準備はできているのか。もちろんよ。ふふん、ピラミッドなんて私の庭みたいなもんだしね。うう、私運動神経悪いからな。息を言おうとナップサックを掲げるテトちゃんの横で頭うなだれる私の肩を、あ、頭垂れるか、ポンと叩いて後輩の女の子が話しかけてきた。後輩の女の子の見た目見えないかな。
先ほどの自己紹介で分かったことだが、彼女はなんと私のクラスメートの妹、妹らしい。え、ちょっと待って、女だったのゴリラ。いや違う、1年生だからあの子は違うんだ。あの子は違うじゃない、あのゴリラの妹か。待って、あのゴリラまた出てこないかなって、あのコメントでもねいただいたんですけど、妹出てくるとは思わなかったな。マジか、あのゴリラ伏線だったんか。あと、あれだね、見分ける方法そのリボンしかない感じかな。うほゴリ自分がゴリラだと認識しているゴリラだ。え、あなたも運動にが、なんでわかんの、この国、この世界どうなってる、本当に。言語なんだろうね、英語とか日本語とかのレベルじゃないのはわかるんだけど、それを理解できるのがすごいよね、お互い。あなたも運動苦手なの？そっか、私と一緒だね、ちょっと安心。ほうほう、ゴリウッホーって何？ゴリウッホー。うん、みんなの足引っ張らないように頑張ろうね。ぐっと彼女と握手を交わし、握手交わしたら手折れそう。握力絶対強いでしょ、ゴリラじゃ。うなずき合う。3年生のお兄さんに引っ張られるようにしてピラミッド登頂を始める後輩の子を送り出し、みんなを振り返る。ちなみにお兄さんとは3年生の先輩のことだ。彼女たち、あ、3年生にもゴリラがいる。で、1学年に少なくとも1人はゴリラがいるんだね。どういう状況だそれ。3兄弟である。さあ、私たちもあの子たちに遅れを取らないように登り始めようか。うん、頑張るよ。まあ最悪お前は俺が担ぐから、いらねえよそのアシスタント。うー、その時はよろしくお願いします。ちょっと待って、自分の声ホルス読んじゃったからミームの声もあやふやになっちゃったよ。大きなピラミッドを登りきると、今度は昼食タイムだ。晩御炊飯多分は明日で、今日はお弁当が配られる。ピラミッドを登ったので、砂ぼこりだらけの体を一度シャワーで洗い流してからみんなでお弁当を囲む。なんかみんなでお弁当を食べるのいいよね。あんまみんなでってほどの人数で弁当食った時ないんだけど。みんなでもそもそと冷たいお弁当を食べ終えたら、また次のプログラムが待っている。う、疲れた。先輩、これくらいで疲れるなんてだらしないです。返す言葉もないです。メジャド、ミーム君は女性だよ。君と比べるものではない。わかっています、オシリス様。先輩、荷物を貸してください。僕が持ちます。メジェド君、うん、ありがとう。メジェド、そうか、お前。別に、先輩が遅れると皆さんも迷惑でしょうし、それだけです。ツンデレキャラかな。うん、なんだろう、ツンデレって人気だろうし、絶対このメジェドも人気なんだろうなっていうのはすごくわかるんだけど、一回殺されちゃったからもう壁、フィルターがすごいよ。だからこの世界線のミームがどれだけメジェドと仲良くしようとしても、もう一人のミームである自分がちょっとフィルターを持って間に挟まるので、あれですね、童話がこうと接触はさせませんね。メジェド君はそう言ってプイッと向こうを向くと、私の荷物を宙に浮かべてスタスタと歩いて行ってしまった。うん、魔法かな、宙に浮かべたの。彼はどうしたんだ。はっはーん、男ってばこれだから。まったく、ミームも罪な女ってことね。うん、もう歯でいいよホルスは。鳥頭には一生わからないんじゃない。分かったとしても3歩歩いたら忘れるでしょう。にゃははこのクソ猫。おい、言葉遣い、女にクソ猫なんて言うんじゃねえホルス。この二人はどうしてこう。じゃれ合い始めたホルスとテトちゃんを尻目に、ふよふよと宙を漂って進むメジェド君を見つめる。メジェド自体が浮いてるんだ。なるほどね。メジェド君、え、これメジェドルート入ってないよね。大丈夫大丈夫、ちょ、メジェドルート入るんだったらもう引き返すよ。やだやだやだ、アヌビス先輩ルートがいい。照れ隠しだよ、あいつはあれでミーム君を気に入ってると言っただろ。さあ我々も行こう。はい。アルミス先輩と話す機会ないのかな。その後は班ごとにレクリエーション、自己紹介から始まり、古代エジプトの競技を体験してみようだなんて話が出たので、セネトというゲームで遊んだ。高校の名前の呼びがナイルだからっていう理由でエジプトの遊びに触れ合ったわけだけど、異文化に触れるのも新鮮でとても楽しめたと思う。生きてるだけで多分異文化に触れてるよミーム、この学校通ってる時点で。異文化だらけだもんだって。みんなはセネトは初めてだって言っていたけれど、やった、やたらめったらホルスとオシリス先輩が強くて私はボロ負けしてしまった。オシリス先輩も結構なんか天才型な感じするよね。何でもできそう。初めてやるはずなのにどうしてあんなに強かったんだろう。単に私の容量が悪い可能性は大いにあるから気にしないことにしよう。うん。え、これなんか理由あんのかな。次の日朝はみんなで食堂に集まり朝食をいただいた。
朝食の時間が終わるとみんなで更衣室に直行。すぐさま次のプログラムの説明が始まる。あー久しぶり、ラー先輩。ラー先輩、地肌赤いんだね。みんなさ、その境目ってどういうあれなの？地肌なの？その白って、それとも白塗りしてるの？毎朝。おはよう子供たち、よく眠り、よく食べたかな。今日もこの澄んだ青空に感謝を捧げよう。アッサラームアレイクム。久々に言ったこれ。アッサラームアレイクム。今日一日の日程はしおりに書いてある通り、まずは川遊びだ。ああよかったじゃん、テトちゃん。ただ川遊びと侮ってくれるなよ。この川の魚は校長先生が放流した今日の昼食たちだ。マジかよ。それ取れなかったら終わりじゃねえか。捕まえられるものは昼食に並ぶ品が一品減ると思うように。ああよかった、一品だけね。よかったよかった、全部それなのかと思った。川遊びと聞いて書士を上げて歓声を上げた生徒たちが一変、ブーブーとラー先生に非難が飛ぶ。ラー先生はそんな生徒たちを意にも介さず、どっかりと川べりに腰を下ろしてパラソルを広げた。パラソル、先生今どこからパラソル出したんだろう。背中。夢咲、ぼんやりしてどうかしたか。アルミス先輩、いえ何でもないです。お魚は取らないとですよね。ああまさか我々の昼食が放流されているとはな。やっぱアヌビス先輩が一番話通じるし、常識的に普通の会話ができるから安心できるね。カレーだけでも腹は膨れるが、魚があるというのならば取らねばなるまい。にゃは、腕が鳴りますぜ。まあ、テトちゃんいるから大丈夫じゃね、この班。ふむ、放流されているのは何の魚かな。説明はされていないはずだね。メジェド。はい、オシリス様。先生の話には出てきませんでした。自分が目視できる範囲では、イワナ、ヤマメ。あとはアユなんかもいるみたいです。目視でわかるんだ。へえ、校長も随分奮発したみたいだな。イワナ、イワナ食べたいな。流線型の体に散る散らばる真っ白な斑点。ちょっと感じた。塩をたっぷりと振り強火にかけ、皮を焼いたら、あとはじりじりと弱火でその身に火を通す。やっぱ食レポ向いてるよね、ミーム。考えてるだけでよだれが垂れそうになる。おい、おい、ミーム。はっ、な、何、ホルス。俺たちもさっさと行かないと昼の取り分がなくなるぞ。もうみんな川に入ってる。あ、あわわわ、お魚。あわわわって本当に言う人。あーら、テトちゃん水着だ。すく水。高校生でこの典型的なすく水ってある意味今じゃ珍しいかもね。ほらミーム、いつまで T シャツ着てるの。はい、脱いで脱いで。うわー、テトちゃん、お前らそれ男の前でやらなよ。どうせ後々見るんだし、いつ見ようが一緒でしょ。っていうかちゃんと服の下に水着仕込んであるかな。大丈夫かな。それよりあんたもさっさと脱いで私たちの班のお昼ご飯増量に協力しなさいよね。そうだよな、班活動。くるくると私の T シャツをまとめたテトちゃんはそのまま荷物置き場にポイと放り投げると、鉛を持って綺麗なフォームで川に飛び込んでいった。ムキムキなんだけど。っていうかだからさ、なんでそれ境目あるのかな、肌の色。そっから白になるわけ？塗ってんの？元からそれ？どういうこと？染色体どうなってんだろうね。はあ、ミム、お前水泳は？できねえんじゃねえの？だって運動音痴だもんね。ま、お前は昔から運動神経がいいとは言えなかったからな。もらってきた。そっと釣り竿を渡された。ああ、ありがとう。ありがとう、ホルス。そこの岩陰が狙い目と聞いた。イワナ、釣れるといいな。うん。ああ、まあミムには優しいんだね、ホルス。魚は結局一匹も釣ることできなかったんか。私の成果は、サワガニ一匹。班全体としての成果。成果っていうか釣りか。釣りかというか成果は大量だ。テトちゃんが鉛、これ鉛じゃないね。あれか、槍か。槍片手に大暴れした結果、大きなカゴに魚がこんもりと盛られてビチビチしている。すごいな。大丈夫かな、他の班魚ねえんじゃねえか。とんでもない量だ。渓流釣りでの釣りすぎは生態系を崩す可能性があるのでお気をつけください。大丈夫です。やらないです。ふふん、どんな問題？テトちゃんすごい。取りすぎじゃないのか？大丈夫、大丈夫。網のある区切られたところまでしか取ってないし、校長も結構広範囲に用意してたみたいだよ。え、私一匹も釣れてないよ。黒い。あ、アヌビス先輩はあれなんだね、境目なくちゃんと全身真っ黒なんだ。こういう意味でもやっぱ安心できるわ。なんだろうね、いろんな意味で安心できるんだけど、そもそもこれが安心できる世界線が安心できねえな。それは夢咲の才能がないだけだな。言われたな、ミム。バッサリ切られてしまった。まあ、ミムくんも頑張ったんだし、サワガニも素揚げして塩を振ると美味しいと聞くよ。お言葉ですが、それどうなってんの、それ。え、ちょっと待って、これ見れない、見れないな。で、これどうなってんの、これ。どうなってんだか気になるんだけど、体が。お言葉ですが、オシレス様、
生徒一人のために素揚げを行うほどの油を教師たちが譲渡してくれるかは分かりません。譲渡じゃねえわ、あれなんて読むんだっけ、かしよ、よく見る言葉ではあるんだけど出てこないな読み方。む、そうか、そっか、そうだよね。この子は様に返してあげようかな、寂しいだろうし。いいのか、せっかくの釣りかだろ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、アルビス先輩、アルビス先輩、どれがいいですか。かわいそうだし、逃がす。一匹だけじゃちょっと、カニよりはエビ派。ここはちょっと、塩らしく言った方がいいのかな。かわいそうだし、逃がす、まあ、そんなこと言ったら、魚たちもかわいそうだろうって話になっちゃうんだけど、これにしとくか、はい。かわいそうですし、一匹だけじゃ素揚げにしても物足りませんし。優しいのか、食い意地が張ってるのか、どっちかにしてください。その代わりにみんなが捕まえたお魚食べるから大丈夫。食べていいよね。ああ、もちろんだと思う。お兄ちゃん、お兄ちゃん来たよ。うお。ゴリ、ちょっと。わかんねえって、リボンでしかわかんねえってそれ。ゴリ。ありがとうみんな、なんて言ったの？なんて言ったの今、ゴリラ兄弟。さて、今の時間は川遊びの時間なんだし、せっかくなら遊ぼうか。う。今ウホって言うのかと思っちゃったよ。ゴリラじゃなかったね、ミームだったね。どうした夢咲。お、泳げないです。だろうね。うん、うん。てオシリス先輩はそれジャージ着たままなんだ。てか、いや、なんでゴリラ兄弟。ミーム、そんな目で見ないで。先輩、泳げないんですか。う、いや、泳げるんだけどちょっと苦手というか、ビート板とか捕まるものがないと不安っていうか。じゃあなんとなくなんかメジェドが支えになってくれんのかなとも思ったけど、大丈夫かな、なんかメジェドルートに来てる気がするのが怖いんだけど。じゃあ僕がビート板になりますよ。本当じゃねえよミーモイ、断れ。本当？はい。変形？おい、何者本当に。変形するのでちょっと待っていてください。ありがとう、ありがとうじゃない、突っ込め。突っ込め、夢先ミームなら突っ込めよお前。メジェドくん。いやー、すごい楽しそう、うん、楽しそうなんだけど、どっから突っ込めばいいかな。ホルスに関してはそっち方向に泳ぐの絶対間違ってるし、岩にぶち当たるし、メジドは言わずもがな、なんで本当にビート板になってるんだよって話だし、ミームはよくその満面の笑みでそれをビート板として使えるなって話だし、アヌビス先輩ず綺麗だな。飛び込み方が異常に綺麗だけど、いろんな被害者出ないかな、そこで飛び込んだら。水が冷たくて気持ちいいねメジドくん。山の水は地下水が湧き出たものなので、夏でも冬でも冷たいんだそうですよ。川の水は常に流れているから温まりにくいんだと思う。メジド君詳しいね。歩くウィキペディアだ。もしかして林間学校を楽しみで調べたりとか。なんちゃ、そんなわけないじゃないですか。別にそんな楽しみにしてたとかそういうあれじゃ。ツンデレだ、思いっきり典型的なツンデレだ。これは人気出るだろうな。全パート通してメジェ同士からぶん殴られるような言い回ししかしてないよね。ごめんね本当にメジェ同士の人。嫌ってるわけじゃないんだけど辛辣に言っちゃうんだよなメジェドには。ごめんなメジェド、でも一回殺されてっかな、忘れてねえぞあれ。うわメジェドくん待って、変形解くとかあるの。変形解かないで、溺れちゃう、私溺れちゃうよ。それから半合炊飯でメジド君が目からビームを出して、薪に火をつけてくれたり、テトちゃんがまるで水のように大量の魚を食べたり、イワナはとても美味しかった。あ、よかった食べれた。夜はアヌビス先輩に誘われてスフィンクスの上に、なんかちゃんとロマンチックなことしてるじゃん、よかった。スフィンクスの上に登って星を見たりして、私の林間学校は幕を閉じた。そこをもっとフューチャーしてほしかったな。次のストーリー、ちょっと今のところあんまりアヌビス先輩と絡めてないからな。はじめまして賢者様、ようこそ。ようこそで終わっちゃった。3日前園芸部の活動をしている時だった。なんかメジェド多くない出てくる回数。そういえば先輩は今週の夏祭りに行くんですか。一緒に行こうとか言うなよメジェド。夏祭り、そうです、ご存知なかったんですね。今週の土曜と日曜、カルナク神社で。カルナク神社、むずくね。なんかいちいち漢字が難しいよねこのゲーム。夏祭りがあるんですよ。へー、知らなかった。ああ、初めて見た制服姿。私とメジェド、それにアヌビスも。ああ、アヌビス先輩も行くの？じゃあ行こうか。行くんだ。よかったらバステト君やホルス君も誘ってみんなで行かないかい？いいんですか？じゃあお言葉に甘えてみんなを誘っておきます。もうなんか一面みたいな感じになってんのかな。そんなこんなで私は今浴衣姿で鏡の前に立っている。白にポツンと桃色の絵の具を一滴落としたようにほんのり色づく薄桃色の布地。
桃と白の朝顔が咲く浴衣を、ノークの帯で締めている。はい。薄ピンク色なんて子供っぽすぎないかな。でも髪色がそういう感じだからいいんじゃない？いやでもこれが一番可愛かったしお手頃だったし。あ、はーい。あ、もう迎え来ちゃったかな。はーい、今出ます。テトちゃんかな。テト、ホルスか。まあそっか、幼馴染だからか。ホルス、お待たせ。あ、怖い。目それどうなってんの？え、俗に言うカラコン的な概念ですか、それ。カラコンだとしたら全顔？全顔カラコンしてんの？痛い痛い。痛いな、それ。しかも金色だし、見えてる？ちゃんと。あと、私服でも思ったけど、結構ロック系が好きなのかな、ホルス。どうした？あと、セリフ。読めるかな、これ。クロノスが刻みし定め。その羅針盤に狂いは許されない。いざいかん、建造と豪華の楽園へ。楽園と書いてエデンと読むとかかな。運命も定めって読んだけど。待ってない、行くぞ。言えよ、そうやって。わかりづれえよ。ちょっと待って、ログもう一回見て。刻みし運命、その羅針盤に狂いは許されない。つまり、羅針盤、時計ね。狂いは許されない。うん、遅刻は許されません。と。で、いざ行かん、楽園へ。うん、で、行きましょう。と。あ、わかった。そういうことね。待ってない、行くぞ。ありがとう。言語どうこうじゃなくて、もう中二病とかそういうあれに関しても耐性あるんだ、ミーム。すげえな。あ、ホルスも浴衣着てきたんだね。くく。紅の衣、その身に包まれし我が身はすでに神に等しい。あ、似合うか。うん、かっこいいよ。なんでわかんの、ミーム。ちょっと、どういう、さ、間で運動音痴とか方向音痴って、全部読解能力に吸われたのかな。言葉に関しての才能はすげえあるけど、他が音痴になっちゃったっていう感じか、ミーム。なるほどな。先輩たちは先に行ってるんだよね。迷いし子羊に手を伸ばすも、子羊はその道しるべをに逃れ、ゲヘナに飲み込まれる。子羊ってミームのこと？でも羊って男じゃないの？あー、じゃあ迷ってる。みんなも迷ってるってこと？あー、そういうことか。そうだ、どっかの誰かさんみたいに迷う心配もないからな。うぐ。天の導きのままに、事象の歪みを生み出すことなど許されぬ。あー、歪みを見る。うん、なんとなくわかった、それは。ほら、ほら、さっさと行くぞ。はい。幼なじみだから慣れてるのかな？それともこの世界だったらもうこれも当たり前なのかな？ホルスとお祭りに行くのもなんだか久しぶりだね。この地にはびこる我が身を縛る鎖や砕けた。まあ俺はまずこの町にいなかったからな。うん、だから私、ホルスと久しぶりにこうしてお祭りに行けて楽しいよ。混沌と静寂。どうした？言葉出なくなったか？おい。てんてんてん、それなら喋るな。もうホルス、どうしたの？なんだか顔が赤いけれど。赤いかな、これ。曇りなき一点、河原の火輪が我が身を焦がす。何でもない、おそらく夕日のせいだろう。今日の日差し強いもんね。あれ、でもホルスって暑いのとか割と強い人じゃなかったっけ？幻にとらわれていく。今はそんなことどうだっていいだろう。え、なんで怒るの？なんで突っ込まないの？だから突っ込めよ、これ全部。我が魂を支配するのはただの静寂のみ。てんてんてん、怒ってないか。怒ってない。怒ってるよ。いつもより2割増しで目が鋭いもん。ねえ、猛獣的なあれ。うん、ルイみたいな目をしてるもん。時は不可逆、ただ導かれるまま安泰と暴虐な箱庭へ。うるせえ、ほらさっさと先輩たちに合流しなきゃいけないんだろ。行くぞ。うわ、ホルス、歩くの早いってば。疲れるな。中二病はまあいいんだけど、中二病の役まで全部読まなきゃいけないってなると、結構大変だね。あ、やっと着いたみたいですね。あら、かわいい、テトちゃん。ほんとだ。おい、こっちだよ。なんだかずいぶん遅かったじゃん。テトちゃん、メジロくん、それに先輩方。あ、そっか、土日だもんね。うん、覚えたよ。土日には木が入るんだよね、もし先輩は。我々はおまけのようだよ、アヌビス。おい、ミーム、先輩方って言うんじゃねえ。アヌビス先輩のことちゃんと言えよ。黒いな、やっぱり。いやいやいや、そんなことないです、アヌビス先輩。そう、このミーム、自分と噛み合ってないだけです。こっちのミームはアヌビス先輩推しです。そのようですね、オシリス。え、いえ、そういうわけじゃなくてですね。わかっているとも。遅かったようだが、何かあったのかい？我が身は、めんどくせえって、それ。我が身は彼方にて有給を過ごした身。されど、てか、なんとかの身好きだね。されど、これなんて読むんだっけな。これでも読んだ時ある感じなんだよな。なんか、こうやって書いてリスとか読まなかったっけ。でもリスじゃないよな。
さす道しるべは当てにできぬ。久しぶりでだいぶ。久しぶりでだいぶ土地感が鈍っていて遅れた。ミームには期待できないしな。構わないとも。ミーム君一人で神社に行かせるよりもだいぶ早い。みんな突っ込まないんだね。あれなんだ、結構いるんだ。うん。珍しいことじゃないんだね、じゃあこの世界じゃ。あと、意味も理解できるんだ。すごい頭いいな、みんな。間違いない。夢咲と知り合ってしばらく経ったが、お前の方向音痴っぷりは尊敬するレベルだ。ひどい言われようだけど否定ができない。それよりホルス、あんたなんか雰囲気違くない？我が神より与えられし肉体に汚れなどいらぬ、あ、宿らぬ。どこがだ？テトちゃんもそう思う？やっぱり浴衣着ると雰囲気違って違うって喋り方から突っ込めよ。そういうことでいいか？よくないよくない。テトちゃん、テトちゃんだけ唯一ちょっと分かりそう。頑張れ、この違和感に気づけ。そんなことはどうでもいいです。僕お腹が空きました。行ってらっしゃい。買ってこい、買ってこい、一人で。あ、ごめんね、メジロ君。私たちが遅れちゃったから。いえ、大丈夫です。だけど、そろそろ夕飯の買い出ししませんか？そうだね。花火が始まる前までに食べ物をみんなで買い込んでおこう。3グループに分かれようか。たこ焼き、人形焼き、串焼き。たこ焼き。私、たこ焼きを買いに行きたいです。たこ焼き。おめえかよ。いいわ。いいわ、ちょっと待って、戻りて。貴様の道しるべとなろう。なら俺がついていく。あんた来たばっかじゃん、場所わかるの？我が瞳、太陽と月を宿したこの瞳は万物を見通す力を持つ。あ、太陽と月の位置でなんとなくわかるってこと？目視かい。目視できる。ふん、私の目には入らないけど、まあそれならいいや。ミームのことよろしく。私ソースね。僕は醤油。私はネギソース。俺もそうだな、醤油で頼む。一緒に行こうぜ、みんな。なんで？いや、じゃあ、二人きりとかそういうあれいらないからさ、一緒に行こうぜ。まあ、待ってください。今メモしますね。テトちゃんがソース、メジロくんが醤油、オシリス先輩がネギソース、アノビス先輩が醤油と。メジロとアノビス同じか。はい、大丈夫です。行ってきます。闇に消えゆく影。行ってきますか、これ。行ってくるな。行ってくる。なんとなくわかるようになってきたな。さて、みんな買い出しご苦労様。穴場があるんだ。そっちで食べよう。穴場？うん、神社の境内の裏にね、少し開けた土地があってね。そこなら人通りも少ないし、花火も結構近いからゆっくり見られるよ。猫っぽいな。そうなんだ、テトちゃんすごいね。にゃはは、それほどでも。さ、ご飯冷めちゃうよ、行こう行こう。その腕の植物は我が備え物なり。荷物を貸せ。お前に持たせておいてこけて台無しにされたらたまらない。もうホルスってばひどい。でも怖いからお願いしていい？我がカイナに抱かれる定めなり。あ、やっぱ定めだよな、運命と書いてな。ああ、よこせ。長えな。長えな、中二病の言葉にすると。着いた、ここ。あ、本当に穴場なんですね。人がいない。それでもよく見えるんだよ。ずっとこの町にいたのに知らなかった。花火楽しみだね、ホルス。このお祭り久しぶりだもんね。でも、一緒に言うようになったね。教習と解雇か、これは。教習と解雇。みんな顔が、みんな顔見えないな。まあ、メジェドは見えてるけど。ヒュー、ドン、パラパラパラ、花火だね。なんかこう、ゲーム実況で何かと花火を見るようになったな。スカイといい、探し物は夏ですかといい、これといい。花火すごい見てるな。うわ、綺麗、すごい迫力。今年の花火も最高にゃ。猫だな。すごい。僕、こんな近くで花火見るの初めてです。私もだ。感動的なものだね。ここまで藪の中を突き進んだのも無意味ではなかったということだね。木大丈夫でした？木と木同士で絡まったりしないかな。俺もこうして近くで花火を見るのは初めてだな。ありがとう、バステト。礼を言う。天に咲く穂村、それを我が瞳に宿す程度、造作もなきこと。花火を見るだけで大げさな。お前の言い方が大げさだ。そういうホルス、目尻光ってるよ。混沌に飲まれよ。うるさい。普通に言え。笑いがその場を包む。ちょっと待って、メジェド、ちょっと、木の箱の上に乗ってなかったか？背低いからか。花火大会は和やかに終わりを迎え、おのおの帰路に着く。私は行きと変わらずホルスに送られていた。今日はありがとう、ホルス。空虚なるコフィン。はてな。はてななの？ホルスがいて、みんながいて、とっても楽しかったから、迎えに来てくれてありがとう。
久しぶりにホルストお祭りに行けてよかったよ。ちっちゃい頃以来だったもんね。古き神の加護を受けし娘古き神の加護を受けし娘なのか、ミームは。なるほどな。あ、もう家だ。じゃあね、今日は本当にありがとう。バイバイ。しばしの別れだ。ああ、じゃあな。しばしの別れだは普通に言えるよね。次のストーリー、これで最後か。はい。でも今回一つ一つが長い気がするな。いや、ボリュームがあるね。なんか、イベントごとが多いから。お、久しぶりに日常生活、普通の学校生活か？時間は昼休み。私は図書室を訪れていた。図鑑コーナーはっと。普段図書室なんて来ないからどこがどこやら。普段図書室を利用しない私がなぜ図書室にいるのかといえば、園芸部で使うためだ。やっぱり畑が空いたので次に撒く種を決めるのだが、見つからない。図鑑コーナーはここで合ってるよね。うろうろと図鑑コーナーを行ったり来たり。うちの高校が誇る県内一の蔵書量が今は少し恨めしい。どんだけ金あんだ本当に。ここ、あったけど取れない。高い。その日をしても届かない。アルビス先輩、うっと、ほ、あとちょっと、あっと、取れ、アルビス先輩、アルビス先輩、怖い。本の背表紙に指先がかす、本の背表紙に指先がかすめる。と、その瞬間、目当ての本が消えた。あれ？よし！もうアルビス先輩、言ったぐらいから、心は。取ろうとしていたのは、これか。アルビス先輩？神が選ぶ園芸テクニック3、神が選ぶ園芸テクニック334選。種まきから食べ方まで。随分と半端な数字だな。確かに。あ、この本の著者、いつもこの数字なんですよね。何か意味があるのかな？ずっと不思議に思っていました。334? 耳し。耳。み。わからん。何か思い入れのある数字なのだろう。それで、もう一度確認だが、欲しかったのはこれで合っているか。そうです。これです。ありがとうございます。でもどうしてわかった？いや、取ろうとしてたからじゃん。必死に飛び跳ねる後輩の姿が視界に映ったからな。全く届いていなかったが。失礼な。さっき指付けやかすったからもうちょっとだったんですよ。それはすまない。では俺の手助けは必要なかったよね。そんなことないです。もうこびてくよ。アルミス先輩にこびてくぞ。いや、でも純粋にアプローチしてこ。まっさくしに行くよりは素直に行った方がいいと思うから、純粋にアタックしてこ。それは助かりました。素直、今言った言葉と同じ言葉使ってる。やっぱ気が合うね、アヌビス先輩。さっき素直って言葉出したもん。ですよね、素直が一番ですよね、アヌビス先輩。素直が一番だぞ、夢咲。それはそうと、先輩は何しに図書室へ？本を借りに来た。ずっと探していたのだが、なかなか市場に出回ってなくてな。ダメ元で司書に相談したら見つかったんだ。原色、世界の美しいミイラ、包帯の匂いまで感じられそうなリアル。なんだか先輩がこんな本を読むなんて意外です。包帯の匂いまで分かったら怖いけどな。そうか、家が開業医のせいか、こういったことへの興味が尽きなくてな。開業医、開業医、すごい頭が良さそう。まあしかし、ミイラに興味があると言うと意外だという声も多い。でもなんだかそうしてミイラの本を持っているところを見るとしっくりきます。そう言われたのは初めてだな。大丈夫かな、アヌビス先輩もメジドみたいななんかあれじゃないよね、ルートじゃないよね。お前もミイラにならないかいみたいな感じにならない途中から大丈夫かな。いや、でも先輩は常識あるから大丈夫でしょう。ふふ、先輩の初めてもらっちゃう。そういうこと言うな。純粋に行こうぜって言ったのに何ちょっと小悪魔みたいな言い方してんの、ミーム。やめろやめろ。金に来たのはその本だけなんですか？いや、他にも貴重な医学書があるらしくてな。さすがに実物は無理だが、写本かな。写本なら貸し出し OK らしい。それも借りていこうと思っている。医学書、先輩頭いいんですね。そらそうだろ。お前今医学書というだけで決めつけたろ。なんでバレたんですか？わからないと思うのか、その様子を見るに。夢咲、お前勉学は苦手なのか？はい、あんまり得意ではないです。何が得意なの、ミーム。まあでも読解力だよな、国語とかならやっぱり。そうだよね、言葉は結構理解するの早いもんな。それなりに得意なんですけど、数学とかそういったものが絡むようになると。だいぶ苦手意識が強いようだな。俺でよければ今度勉強見てやろうか。お願いします、アヌビス先輩。いいんですか？じゃあ今度テスト悪かった時とかお願いしてもいいですか？あ、俺でいいならな。先輩がいいです。先輩がいいです。そうか。はい、先輩とても丁寧に教えてくれそうですし、数学は本当に苦手で。わか
わかった、わかったから半泣きになる、半泣きになるなよ、本当に。半泣きになるな。ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、だが俺はそう優しくはないからな。スパルタ教師なのかな。ふえー、ふえーって本当に言う。バンドリのカノンちゃんぐらいしか出てこないよ、ふえーって本当に言うの。いや、やっぱり先輩には頼みません。今さら許可は聞かんぞ。ビシバシ厳しく指導するからな、夢咲。なんだか先輩、すごく楽しそうだ。ああ、よかった。お手柔らかにお願いします。先輩と一緒に貸し出しシートに記入し図書室を出る。先輩のちょっとだけ意外なところも見れたし、数学の勉強も見てもらえる。いいことだらけだったなとホクホクした気持ちで教室に戻るのだった。これで終わりかな。とりあえずタイトル戻ろう。はい、今回短くなるかなって思ったけど、結構一つ一つが林間学校だったり花火大会だったりでイベントごとが多くてボリューム結構ありましたね。よかった。あと最後は普通に学校だったけど、大本命のアヌビス先輩とめちゃくちゃ喋れて距離も縮められたので、今回はねいい感じで進められたなって思います。ちゃんとアヌビス先輩と結ばれるように、これからもねアヌビス先輩一択で、あの選択肢的にはアヌビス先輩一択で行こうと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなんかしていただけたら幸いです。チャンネル登録者様500人目指して毎日投稿頑張っておりますので、よかったら応援や拡散なんかしていただけたらとても嬉しいです。あと登録者様500人行きましたら、ライブ 2D 体に進化して表情とか動きも込みで、もっとより楽しい動画が作れるように、しようと思ってますんで、それを応援してくれるよって方や見たいなって思ってくれた方は、よかったらチャンネル登録ポチッとしていただけたら、活動の励みになります。よろしくお願いします。ではまた次の実況でお会いしましょう。夢咲みむでした。バイバイ。